集計算水図1854年建本木垣根、念、五雲慶応二年八月四日は、江戸時代後期の長崎の南画家。鉄、大祖門、三浦青切門と共に、長崎三大家とされる。陽名や城といい、後に通称を志賀の助とした。意味名を、愛妻。五雲はこう、他に、女羅山人、仏仏師。失郷を養畜三宝、加工新書とした。 長崎八万町、木下勝重の三男に生まれる。文化十四年、十八歳で、木下家代々の大人の役を引き継ぐも、文政十二年にその役を兄の子に譲り、自身は元来関心のあった医師を制御とし、異文名を徳政堂と称した。乱医夫もお二家によって伝えられた、主当日の普及に努めている。霧島山に登るの木の小踏みがある。がは、 はじめからえめきの石崎勇士に学び、来白新人の高画法、超秋国からは、南画の技法を収めた。その後も新人、陳一衆、上帝にその画風を学んだ。さらに雪州、仮の葉、大和絵、炎山史上派などの諸派や、西洋画の画法を熱心に研究し、様々な技法を取り入れた。画層鉄、王佐門と画を共に学び生涯の友となった。五雲は、 筆が早く、地筆の鉄沖など対局を成した。田野村畜伝、大三陽、広瀬丹僧など文人と交わった。五雲は多芸多祭で知られ、書、天国を、よくし、琵琶の演奏、制作に巧みで、千茶をたしなみ、藤原商祭の名で優れた和歌を詠んだ。また白磁染め付けで知られる亀山焼の発展に尽くし、自ら絵付けも行っている。 長崎縁山下月楼清志短会の世話役を務め、日中文化交流を促した。慶応2年4月、京藩、江戸に曼遊し、同年8月横浜から、長崎行きのイギリス船国立号に乗船するも、玄海などで、海難事故に遭い、帰らぬ人となった。去年68、門人に、河村右国、津田南岳、池島村船、長い雲坪など、 また姉の将来、甥の秋包も画家である。ありがとうございます。